ベスプレームは、ハンガリーの都市。バラトン湖のおよそ15キロメートル北にあり、ベスプレーム県の県都となっている。ベスプレームは、シェード川の両岸に位置し、首都ブダペストからおよそ110キロメートル離れている。82号線を経由すれば、ジェールから、8号線を経由すれば、セイケシュフェヘールバールから行くことができる。ベスプレーム上地元の言い伝えによれば、 ベスプレームは七つの丘の上に作られたという。七つの丘とは、バールヘジ、ベネデクヘジ、イエルサーレムヘジ、テメチョヘジ、グールヤードム、カールバーリア、チェルハートのことを言う。ベーラ三世の交渉人である、指名不詳の人物は、マジャル族がこの一帯を征服した時すでに城が、この地に立っていたと記していた。城はおそらく九世紀のフランク族の要塞である。 ベスプレーム、エステルゴム、セイケシュフェヘルバールの城は、初期のハンガリーの石像城で、俗長ゲーザの時代には、すでに建っていた。ベスプレームという地名の由来は、スラブ語のベゼプライムという個人名から発している。スロバキアの作家ヤーン・コラーは、ペルンの村を意味するベス・ペルノバから発生したとしており、白い井戸を意味するドイツ語、ウェイス・ブルノも、同じ発祥だと記述している。 使命は、後の族長、または、ユディと王女の息子から名付けられた。ベスプレームは、キリスト教を、ハンガリーの国教と定める、戦いの間重要な宗教的役割を担った。イシュトバーン一世は、ベスプレーム近郊で、宿敵コッパーニの軍を打ちまかした。ベスプレームは1009年に、ハンガリー発の司教座が置かれ、1993年には、大司教座が置かれた。 コミタトゥス・ベスプレームは、ハンガリー初期の歴史的権威の一つである。ベスプレームは、イシュトバーン一世の王妃ギーゼラのお気に入りの都市であった。数世紀にわたり、ハンガリー王妃らは、ベスプレーム主教の手で退官した。死は、今もしばしば、王妃の死と呼ばれる。モンゴル族のハンガリー侵攻の間、ベスプレームは、城によって守られた。 しかし城は1706年にハプスブルク家の命令で放棄された。ベスプレームは大学を持っていた古いハンガリー都市の一つである。大学では学生たちが法律と芸術を学んでいた。1276年の火事で大学は焼け落ち、再びベスプレームに大学ができたのは20世紀になってからのことである。ベスプレームの人口変動2001年調査による 人口の民族非宗教、ありがとうございます。